皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もアニレボやっていこうぜ。おいナブナブ、お前結局そっち側に行ったのか。せっかくお前とは気が合いそうだったのによ。残念だ。裏切り者には制裁よ。お前ら行くぞ。お前らのことなんて何も覚えてない。カオス、よかった。今日はシャドウレッドがいないみたいだな。あいつ苦手なんだよな。本物のレッドが怖がってどうするんだな。さあナブナブが仲間になったからな、だいぶ心強いぞ。さあ黒の同盟3体、いやお前ら3体でいいのか。やっちゃうぜ、オラオラオラ。あーナブナブやられてんじゃん一番初めに。おい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 、ブラックとキリービリーと、あーシークフィギュア、シークフィギュアも強いぞやっぱ。あーちょっと待って待って待って、ちょっとごめん謝るから。ねえ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 、3人で囲まないで。あーくっそー、やられた。よし、裏切り者の粛清は片付いた。早くしなければあの方に怒られてしまうからな。ただいま戻りました。シークフィギュア、レインボーフレンズ、ブラック、キリー、ウィリー、黒の同盟、オンミの前に。遅かったなお前ら。それでナブナブの粛清はどうなった？おいおい、サムライソード結構急いでやってきたんだぜ。遅くはないだろう。おいおいブラック、口ごたえするな。あの方の前だぞ。あなた様の予想通り、アキシたちの邪魔が入りました。しかしナブナブはこの手で葬り去りましたので、どうかご安心を。だそうです。あなたたち本当にだらしがないですね。そんなんだからいつもやられてばっかりなんですよ。って厳しいですね、ダークマキマ様。で、私を作ったシャドウレッドは一体何をしているの？シャドウレッドはダークマキマ様がご命令されたとっておきの装置を開発中でございます。くそ、ダークマキマのやつ、でかい顔しやがって。おいブラック、あの方に聞こえるぞ。そうですか、よくわかりました。レインボーフレンズブラック、あなたの方が顔がでかいと思いますがね。声の大きさもろくにコントロールできないやつに私が倒せるとでも思ってるんですか？申し訳ございません。わかればよろしい。このダークワールドでは力が全てですからね。一番強いものが黒の同盟のリーダーになる、決めたのはあなたたちなんでしょ？おっしゃる通りでございます、ダークマキマ様。今に見てろよ、黒の同盟のリーダーになるのはこの俺様だ。サムライソード、あなたが一番近くにいるんだから。今のも全部聞こえてましたよ。本当に頭が足りない人たちばかりですね。ダークマキマ様、ふわい、スイートプリンセス、あなたを作って本当によかった。その美貌、強さ、完璧でございます。シャドウレッド、相変わらず気持ち悪いわね。ところで、私がお願いした装置はできたのかしら？当然でございます。ダークマキマ様のおっしゃる通り、ナブナブにはダークエネルギーが眠っております。そのダークエネルギーを増幅させる装置をついに完成させました。よくやったわシャドウレッド。それではその装置を私に渡しなさい。あなたたちは仕事が遅いから今日は私が行ってあげるわ。晩ご飯にはオムライスを作っておいてちょうだい。くぅ、何がオムライスだ、あの甘。何ですかブラック、何か私に言いたいことでも？あれ、何でもありません。よろしい、では行ってきます。いや今日も美しくてお強い、私の最高傑作だ。シャドウレッド、とんでもない女を作ってくれたもんだ、本当に。もう動かないでったら傷が開いちゃうわよ。くそ、油断したぜ。みんなリスポーンなんとかできたけど傷だらけだ。ナブナブと仲良くなったのはいいけど、お前ちょっと近くねえか。おい、あそうか。ナブナブは見た目が怖いけどとてもいいやつだな。でもやっぱり近いとちょっと怖いよな。そんなこと言うなよ、結構気にしてるんだぞ。ごめんごめん。でも本当に良かったわ。この姿になる前のナブナブはなんだかちょっと怖かったから。え、そうなのかバンバリーナ。そうよ、まるで別人みたいだったわ。あれ、
なんかいきなり夜みたいになったぞ。この現象って前もなんかなかったっけ？やっぱり私が来て正解のようですね。ナブナブを葬り去ったですって？ピンピンしてるじゃないの。ダメージが少なかったからすぐにリスポーンしてしまったのだわ。え、もしかしてまたあんなところにいるダークマキマだ。やべえ、あいつめちゃめちゃ強かったんだよな。ダークマキマ様でしょ。気安く呼ばないでくれる？ああ、いつの間にか背後にいる。くそー、ダークマキマやられないからな、簡単には。これだから単細胞を相手にするのは嫌なんだわ。私は戦いに来たわけではないの。私の言うことを素直に聞いてくれればこのままおとなしく帰ってあげてもいいのよ。ねえねえアキシ、ダークマキマさんもそうやっておっしゃってくれてるんだから言うことの一つや二つ聞いてあげて帰ってもらってないんじゃないですか。バンバリーナ、おい、ビビってんじゃねえぞ。誰なんだこいつは。おいおい、どうしたんだよ。おい、ナブナブ目が赤くなっちゃってんぞ。どう、ナブナブ、心地よくない？シャドウレッドが作ったこの装置うまく起動しているみたいね。しつこすぎるぞ、クロノ同盟。そんなにナブナブの力が欲しいのか？ナブナブは絶対に渡せねえからな。そうよそうよ。あら、勘違いしないでほしいわ。私が興味があるのはこのナブナブの中にあるダークエネルギーよ。ナブナブの中にあるダークエネルギー、一体何のこと言ってんだこいつは。まあ見ていればわかるわ。これから楽しいショーを見せてあげる。今から私がナブナブにすることは私たちにとってもあなたたちにとってもいいことなんだから黙って見ててね。何がいいことだ。ナブナブ苦しそうじゃねえか。やめろダークマキマ。え、ナブナブが二人？どういうこと？簡単なことよ。ナブナブの中にあったダークエネルギーを外に出して具現化してあげただけのことよ。俺は一体何者だ。俺の名前は、俺は一体誰だ。あれ、前作ったナブナブと同じようなこと言ってるぞ。てか前作ったナブナブよりもなんか姿形がちょっと変わってないか。尻尾なんて生えてたっけ、角なんて生えてたっけ、こんなトゲトゲしてたっけ。この子はあなたが作り出したのよアキシ。え、俺？まあ確かに作ったけどこんなトゲトゲしてなかったと思うけど。あれ、ちょっとすっきりしたと思ったら俺がもう一人いる。なんだか腹が減った。餌はないのか。餌ならあそこにたくさんいるじゃない。食べてきたらどう？花やもえろよ。花やもえろ。ははー、アキさんがまた何か作ったんですね。私がテストしてあげますよ。テスト？何を言っている。お前は俺の餌だ。何ですかこの失礼なやつは。アキシさん、変な、もう失礼なやつを作りましたね、本当に。そしてなんだ、ちょっと強いですよやっぱりこの人も。なんか目が赤くて目が3つあってナブナブさんみたいですね。なんかでもちょっとナブナブさんとは違いますね。あー、食べられてる同胞たちよ。すごい勢いに大胆に食されている。美味しく食べられている。へえ、うまかったぜ。もっといねえのか。あなた、なかなかやるじゃない。気に入ったわ。おお、さすがダークマキマ様です。私の装置で綺麗に抽出されたんですね。なかなかいい装置だわ。シャドウレッド、今日からあの子はあなたの部下よ。私の部下、ありがとうございます。ダークマキマ様、あなた、私が生み出してあげたんだからしっかり働いてちょうだいね。シャドウレッドの言うことをよく聞くのよ。言うこと？ああ、そんなことはどうでもいい。俺は何者なんだ。俺は何をすればいい。シャドウレッド、この子に教えてあげなさい。承知いたしました。お前の名前はレインボーフレンズシアンだ。私の忠実なるしもべ、アキシたちを滅ぼすために生まれてきた。目的はこの私と一緒だ。目が赤く光る者同士仲良くやろうではないか。同じレインボーフレンズだしな。そうだったのか。やっと納得がいったぜ。俺はレインボーフレンズだったんだ。え、
お前レインボーフレンズなの？アキシ、お前ずっと俺を騙していたんだな。名前を聞いてもスパイダードロン？適当な名前をつけやがって。それにガーテンオブバンバンのキャラでもない。俺はレインボーフレンズだったんだ。そしてお前を滅ぼすために生まれてきた存在だったのだ。そうだそうだそうだぞ。なあアキシ、お前はレインボーフレンズとして作ったんだよな。フォルムも全然違うし、スパイダータロンという全然違う名前をつけているし。あー、まあそうだね、うん、レインボーフレンズとして作ったんだったんかもな。おいアキシ、再現度が低いからといって適当なこと言うなよ。あんなレインボーフレンズ聞いたことも見たこともない。あらレッド、それはおかしいわね。ネット上ではすでにたくさんのいろんな人が作ったレインボーフレンズが公開されているわ。アキシが自分で考えたレインボーフレンズだっていてもおかしくないじゃない。ああそうかもね。シャドウレッド、レインボーフレンズシアン、ここは任せたわ。アキシたちを滅ぼしてから帰ってきなさい。承知いたしました、ダークマキマ様。というわけだ、行くぞシアン。シャドウレッドのやつやる気だな。俺たちだって負けねえぞ。くそ、あいつスパイダータロンでもなくナブナブでもなくレインボーフレンズシアンだったのか。ということで、あー、ナブナブがやられたぞ。シャドウレッドと、うわー、このレインボーフレンズシアン強すぎる。やばいぞこのコンビ。さあどうだ、アキシが集中砲火を受けている。いやー、ノックバックやばい。よし、たまには自分で動かしてみるか。撃て撃て、シャドウレッドを倒せ。あー、ノックバックやべえ。あー、やられた、クソ。あー、よくやったぞシアン。ではアジトに戻るとしよう。というわけで新しい仲間を紹介するわ。アキシが作ったオリジナルのレインボーフレンズだそうよ。その名もシアン。ブラック、同じレインボーフレンズ同士仲良くしてあげてね。まあ、あなたよりも強いからあなたは嫌がるかもしれないけどもね。こんな細っちょろいやつが俺よりも強いだと？デタラメを抜かすな。よく見たらこいつはナブナブじゃんね。かぁ、その名前を二度と呼ぶな、ブラック。俺の名はレインボーフレンズシアン様だ。はい、というわけでですね、新たな邪悪なレインボーフレンズが生まれてしまったみたいだ。その名もシアンということでですね、さあブルーとはまたちょっと違った色のシアン。うお、ブルーが粉砕された、強っ。いやー、これから黒の同盟でどんどんこいつが出てくるかもな。はい、というわけで今日もじゃんけん T-Rex やっていきましょう。いきますよ、最初はレックス。じゃんけん、何が出てくるんだ。今日出てくるのはハイパーだ、イエローペイパー。さあ皆さんは勝つことができましたか。うおーっと、レインボーフレンズシアン強っ。うわ、じゃんけん T-Rex に勝っちゃったよ。はい、それではまたね。